大夢女は中華人民共和国の鉄道技術者にして、教育者である。1964年西南交通大学卒後、旧中華人民共和国鉄道部で、技師補、技師、専任技師を、総合科学技術発展部門で研究所で、専任技師、建築指導員を歴任。そして中国寺皇帝コンスで、チーフエンジニア代理、専任技師等を歴任。 現在北京交通大学教授、博士家庭指導教官、国立交通大学のトンネル工学、地下工学実験研究所主任、中華人民共和国工程院生会員、2011年に起こった、運州市鉄道衝突脱線事故においては、期待内事故分析報告書を公表した開票化を受けた。2011年中華人民共和国の科学分野における、 優れた業績を残したものに関せられる中国科学年度人物の栄誉を受けている。現在北海湾海底トンネル計画の責任者である。2015年日本の新幹線技術に対し軌道に関する技術の未熟さを指摘し、レールの安定性が中国の高速鉄道技術に対し見劣りする点を明らかにした。大無助中国皇帝院院士。 水道及び地工程、家、北京交通大学、2013年1月12日閲覧、http コロンスラッシュスラッシュ www.doland.com スラッシュマガジンスラッシュアーティクル176368、17 html2013 年1月12日閲覧、2011中国科学年度人物、科学も、 2013年1月12日閲覧。煙大改定水道法案省、国高田田恵比、三強、新幹線にも、弱みはある、世界をリードする存在だが、イコール中国メディア、サーチな2015年3月20日。ありがとうございます。